皆さんこんにちは。ネイモの時間、フェルケートです。一緒にネイモの楽しみませんか？でもな、難しいかな、細かいかなって思うかもしれないんですけれども、大丈夫です。主に手縫いなんですけれども、こちらに縫い方のいろんなね、動画をまとめたホームページがありますので、まずはこちらをちょっと覗いてもらって、あ、できそうかなって思ったら、私と一緒に縫い物を楽しみませんか？そして今日の縫い物時間なんですが、もう何年か前なんですけども、巾着をね、ちょっと作ったことがあるんですよ。で、それをお友達にこうね、ちょっとなんかのそういう機会があって、プレゼントしたことがあるんですけど、それがね、こんな感じなんですけど、で、これをね、ちょっとブログでね、当時は作り方をご紹介したんですけども、これを今回ちょっと動画でね、また改めて紹介させていただこうかなと思いまして、今日はそれを作ろうと思います。で、よくこうね、もう使い終わってしまって、こう残ってしまった歯切れ、こんな感じのあるじゃないですか。で、こういうものを使って、ちょっとね、単色じゃない可愛い巾着が作れればな、というふうに思ってますので、やってみたいと思います。で、今日ね、ちょっとこのバッグがいつもと違うと思うんですけども、私のね、こう、作業部屋っていうか、アトリエに、エアコンがないんですよ。でも、めちゃくちゃ今年暑いじゃないですか。でも、どうやってもその、集中して何かをするっていうことができない状況になってまして、もう、1階のね、リビングに降りてきて、ミシンも、もう1階のリビングに、こう、定位置をね、ちょっと置いて、こんな感じでね、ミシンの場所をもう、セッティングして、で、これはね、保管っていうかね、日々使わない時に置いておく場所で、実際に作業するのは、こっちのね、ダイニングテーブルの方でやるかなっていうふうに思うんですけど。で、ここでね、まあ、いろんなね、ことをね、もしちょっとしばらくの間をしていこうかなっていうふうに思ってますので、ちょっとね、暑い間は、このね、後ろがこんな感じになると思います。はい。ということで、早速やっていこうと思います。じゃ、今回のミニミニ巾着の型紙がこんな感じです。で、これは、幅が10センチ。で、高さは、これ、無地の部分が出来上がりのね、状態で 6.5 センチ、で、4.5 センチ、柄が 4.5 センチ、で、この紐を通すところが 2.5 センチっていう風になってます。で、どうやって型紙を取るかっていうと、無地と、あと柄、それぞれ取るんですけども、まず、無地の方は、幅は10センチ、で、高さは 6.5 と、4.5、これを足した11センチ。ここですね。この分。この分が無地で布を使います。で、柄の方は、この柄の 4.5 センチと、紐を通すところの 2.5 センチ。ここですね。この分の高さを使って、で、幅は同じ10センチ。で、なんですけど、今回はこれ巾着って言って、同じものを普段だったらもう一枚ね、布を作って、で、こう、合わせて縫うと思うんですけども、これ、要は全く紐を通すだけの同じものなので、前にクッションカバー、超簡単クッションカバーを作った時に、一個の型紙を作って、で、もう一個つなげて、ここを縫わなくてもいいようなね、縫い方をご紹介、作り方をご紹介したと思うんですけども、それと同じやり方をしようと思うので、実際の布はこれの倍長くこうなるっていう感じですよね。で、上の方も同じで倍長くなるっていう感じ。ここを真ん中にして、同じものを、布をこうね、作る、つなげちゃうっていう感じの、寸法で布をカットしようと思います。で、それでカットしたのが、こちらと、ね、長いでしょ？そして、こっち。で、今回のポイントは、ここに線がついてるの分かりますかね？こんな感じで。で、この線は何かっていうと、最終的に、これって、こんな感じにしたいんですよ。その時に、ここの、これが、そのオレンジの布と縫う線。そして、ここに書いてある線が、これね、この線が、このストライプと一緒に縫う線っていう風になるんで、この縫い合わせの線っていうね、印の意味で、ここ最初からもう線を引いてあります。
ここの線ですね。ここの線をもうオレンジの布にあらかじめ引いてあるっていう感じですね。で、縫い代なんですけども、縫い代は基本的に、まずこっちのオレンジの方は、上のところは縫い代はいらない。で、この周りだけ、まあ 0.5 センチぐらいの縫い代を取ってあります。そして、今度は、この柄の方、上の縫い代はいらない。で、下はやっぱり 0.5 センチずつ、こう取るっていうような感じですね。そうすると、ほら、下のところはちょっとね、取ってあって、上は縫い代の線がね、何もないっていう感じ。ちょっと見えづらいんだけど、ここにね、線が書いてあるんですよね。こういう風に 0.5 センチずつ書いてあります。で、こっちも同じように 0.5 センチね。で、上は何も縫い代がないっていう状態になります。で、これを縫い合わせていきます。こっちが裏で、こっちが表。っていう風になりますね。で、まず最初に、ここに縫い線があるんですけど、これは無地の布と縫い合わせる線。そして、ここにも線があるんだけど、これはその模様の方と縫い合わせる線。で、最終的にどうしたいかっていうと、こんな感じにしたいじゃないですか。なので、ということは、これをこのままストーンと下ろして、こうやって縫い合わせますね。で、その時に、ここの線と、こっちの線、ここですね。要は、表側を中合わせにして縫うから、裏同士は、こうやって縫い線が見えてる感じになります。で、これを待ち針で留めます。はい、こんな感じで留まりました。で、これを縫います。で、今回私はミシンで縫ってしまうんですけど、手縫いの方は、返し縫いがいいかなっていうふうに思いますね。返し縫いの縫い方も、また右上に載せておくので、わからない方は見てください。はい、縫い終わってこんな感じになりました。こんな感じですね。で、これをちょっとこう開いてみると、ほら、こうなるんですよね。こんな感じで、ここね、アイロンで留めるとすごく境目が綺麗に見えると思うんですけど、今日ちょっとこのまま爪でやってしまいますが、で、これをひっくり返すとね、ここに柄の部分が残っていて、で、これがね、後で紐通しにこうなるっていう感じですね。はい。で、ここまでできたら、で、物をね、出し入れするので、気になる方は、ここね、周り、ぐるーっとね、ほつれてこないように、裁ち目がかり、ちょっとね、ロックミシンがあればロックミシンがいいと思うんですけど、ほつれてこないように私は裁ち目がかりをしようと思います。で、手縫いの方は、ブランケットステッチをしとくといいかなと思うんですけど、ブランケットステッチのやり方もわからない方は、また右上に載せとくので、見てください。はい、こんな感じで、ここね、ほつれないように、裁ち目がかりを全体的にしました。で、次に、ここですね。で、次に、ここ。これをパタンって折り込んで、紐通しを作るんですけど、その前に、ここね、ここが、こうやってそのまま折ると、こう、丸見えになっちゃうじゃないですか。なんで、それを、ちょっとね、避けたいので、ここをね、最初に三角を折って、もう一回、それに合わせて、折る。そうすると、ここがね、ちょうど、こう、合う感じですよね。さらに、ここをもう一回折って、こんな感じ。あえて、その、オレンジのところに、もうこのね、三角形がかかっちゃうような感じ。こんな感じの折り方。これで、またここも縫います。はい、こんな感じですね。前から見ると、こんな感じになってますね。で、これを反対側も同じように縫います。そしたら、これをオレンジの線に合わせて、こうね、こうやって折ります。で、もう一回、この端っこも折ります。で、折るんですけど、こんな感じでね、折りたいんですけど、ここは、今回は少し、短めに折って、こことここのね、紐を通す幅を長くしたいので、少し短めに折ってあります。
で、パタンと折って、こんな感じにしますね。そうすると、ここに穴を通すとこができると。じゃあ、これを待ち針で留めて縫っていきます。はい、こんな感じで縫えました。で、そうすると、ここに穴が開いてるっていう感じですね。で、これを、あとは、こう半分にして縫い合わせればできるんですけど、ちょっとこれだけだと寂しいなってもし思ったとしたら、ボタンをね、つけてみようかなと思って。こんなイメージ。だけど真ん中がわからないじゃないですか。なので、その場合は、ここにね、もともともう縫う線が決まってるから、この縫う線を、こうやって刺して、こっち側も刺して、お互いにね、刺して、そうすると、だいたいね、こう寸法がわかるっていうか。で、これの真ん中にボタンをね、つければいいんだなっていうふうにわかるじゃないですか。で、キューって絞るから、このあまり上につけちゃうとボタンがね、隠れちゃうかもしれないんで、このくらいの場所につけようと思います。はい、こんな感じでボタンがつきました。結構かわいいんじゃないですかね。で、これを、こうやって、表側を、内側にして、そして、このね、書いてある線に沿って、ぐるーっと縫います。ここは縫わないですよ。ここの、こことここをぐるーっと縫います。で、一番最初に待ち針はこのね、角のところ、底の角のところで合わせるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。止めてから、今度、これは底の部分ですけど、もう輪になってるんで、これをきちんと引っ張ってもらって、止めると。で、真ん中も止める。こんな感じ。で、この縦の方は、このね、柄と柄をぴったりとこうね、できれば合わせたいので、この縫った、このね、ここですね。ここの糸と、こっちの糸。これをなるべくね、合うようにしてもらうのがいいかなと思います。はい。こんな感じで、じゃあこれをぐるっと縫います。はい、こんな感じでぐるーっと縫えました。じゃあこれをひっくり返します。で、このね、端っこはこういう細いものでまたキュキュキュッと押してもらえればいいと思うんで、これは特に今回はね、生地が薄いので、そんなにね、神経質にならなくても、ちゃんと角が出てくれるかなっていうふうに思います。はい、ほら。こんな感じになりました。かわいい。で、これに紐を通さなきゃいけないですよね。で、紐が、こんな感じの紐をね、用意してるんですけど、で、紐、ここね、これ、どうしてるかっていうと、切って、で、セロテープをこうね、巻いて、で、ちょっと長めのセロテープをこうやって巻いて、で、いらないところをパチンと切って、こう、切ってある状態っていうところですね。こうしとくと、どん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 擦れてくることもないんで、いいかなっていうふうに思います。で、この紐をね、どうやって通すかっていうことで、糸通しじゃなくて、紐通しがあるね、人はそれを使ってもらえればいいと思うんですけども、今回はこのクリップ、これをね、使おうと思います。で、クリップを、こうやって、紐のどこかに通して、先っぽね、そして、出てきたら、これを半周ぐるっと回します。で、このクリップの先っぽが一緒にこう、紐通しとスルスル行くような感じにしたいんですよね。これが反対だと、このね、先っぽが引っかかって進まなくなっちゃうので、こういう状態。こういう状態がいいかなっていうふうに思いますね。では、早速、これを通します。で、ここにね、縫い目があると、意外とね、引っかかりが多くて進まなかったりするんだけど、今回縫い目がね、ここにないので、もうそのままスルスルと進んでいってくれるっていう感じ。ほら、もう出てきました。で、これでどんどん引っ張っていくと、ほら、こんな感じでね。で、もう通ったらクリップは外してしまいます。最後に、このね、紐のところを、まあ、縛り方は自由だと思うんですけど、今回はね、ちょっとこんな肩結びにしてみようと思います。こんな感じで。ほら、
出来上がった。このボタンも可愛くないですか？で、これをね、キューって絞ると、ほら、こんな感じで、ボタンのところもね、こう、くしゃっとならずに、ちゃんと真ん中のところにね、あるっていう感じ。ミニミニ巾着。こちら、完成でーす。はい、ということで、ミニミニ巾着、出来上がりました。こちらでーす。可愛い。このね、何の役にも立たない、このボタンがまたね、ポイントで可愛いんですよね。で、これをちょっと絞ってみると、こんな感じになりますね。はい。で、これまあ、例えば何に使うかっていうと、なんだろうな、旅行行くときにね、サプリが必要ならサプリ入れたりとか、このぐらいちっちゃいからね、あとアクセサリーとかね、なんか入れてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとはね、サイズをね、変えて、本当例えばだけど、お子さんのね、給食袋とか、なんかそういうのもね、作れたら可愛いなっていうふうに思うしっていう感じ。あとは大人の人だったらね、それこそ今はなんかマスクいたりとかね、あとはなんかほら、なんていうの？消毒するなんかこう、ちょっとしたね、小さいものとかあるんで、そういうものを入れたりとかね、いろんなことを使い道があるんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、今日はこのミニミニ巾着作ってみましたけど、いかがだったでしょうかね。で、あと、ちょっとね、追加でお知らせなんですが、引き続き、この手作りキット、こちらのメガネケースと、あとね、サコッシュ、これまだ販売しておりますので、興味ある方は、概要欄にまたね、貼っておきますので、興味ある方はぜひ覗いてみてください。はい。ということで、今日は、じゃん。こんな可愛いミニミニ巾着作ってみました。最後までご視聴ありがとうございました。皆さん、一緒に縫い物楽しみましょう。では、さようなら。